皆さん、ハレルヤ。1週間元気でしたか？今日は先生と一緒にせーのしたらハレルヤで挨拶しましょう。ノアちゃん、大きい声でハレルヤで挨拶しましょうね。ルカ君も大きい声で挨拶しましょう。せーの、ハレルヤ。皆さん会えて嬉しいです。今日も素晴らしいイエス様に礼拝を捧げましょう。じゃあお祈り準備をしてください。お祈りします。愛するイエス様、感謝します。今日も礼拝に導いてくださって感謝します。心を込めて、愛を込めて、すべてを尽くしてイエス様に礼拝を捧げることができますように導いてください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。じゃあ皆さん立ち上がってください。イエス様の愛で満たしてください。主よ、乾いています。来て注いでください。主よ、求めています。来て満たしてください。聖霊の日を、満たしてください。
き大好きイエス様好きです喜ぼう休まず祈ろう主を見上げてすべて感謝しようラララ愛する愛するイエス様愛しますラララ愛する愛するイエス様それではイエス様の御言葉を聞く時間です。準備はできてますか？じゃあハレルヤで先生を迎えましょう。せーの、ハレルヤ！ハレルヤ！皆さん、今日は先生と一緒に聖霊の力によって生きるとどういうことになるのか一緒に学んでいきたいと思います。今日の御言葉はダニエル書3章26節の御言葉です。ダニエル書3章26節の御言葉です。それからネブカデネザルは火の燃える炉の口に近づいていった。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、糸高き神のしもべたち、すぐ出てきなさい。そこでシャデラク、メシャク、アベデネゴは火の中から出てきた。アーメン。ネブカデネザルはとっても大きく金の像を作りました。そしてすべての人々に音楽が流れてきたらひれ伏してネブカデネザル王が建てた金の像を拝めよ。ひれ伏して拝まない者は誰でも直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。と命令をしました。ところがダニエルの信仰の友達であるシャデラク、メシャク、アベデネゴは神様を信じていたから金の像にひれ伏して拝みませんでした。その話を聞いたネブカデネザル王は怒って三人を連れて来いと命じます。ネブカデネザル王はその三人にもう一回聞きます。今でも音楽が流れてきたらひれ伏して金の像を拝めばそれでよし。三人はこう言います。私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出します。しかしもしそうでなくてもおよあなたが建てた金の像を拝むことはしません。怒りに爆発したネブカデネザル王は炉を普通より7倍熱くせよと命じ彼らを炉の中に落ち込みました。ところが皆さんどういうことでしょうか。炉の中に入ったのは3人なのにもう一人がいるのではありませんか。もう一人の姿は神々の子のようです。しかも彼らは全然焼けていません。ネブカデネザル王は言います。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、糸高き神のしもべたち、すぐ出てきなさい。神様を信じる私たちは聖霊の力によって生きるものです。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、この三人は生きるか死ぬかという最大のピンチの中でも死ぬことも恐れず信仰を守りました。皆さん今小学校3年生のアル君が保育園生の時のお話を少し皆さんにお話ししたいと思います。アル君が保育園に通ってた時のある年の運動会のお話です。運動会で子供たちが入場する時におみこしを担いで入場することになってたそうです。だけどアル君はそのおみこしを担ぐことは世の神々を拝む
ことであることを知ってたから、それが嫌だったんです。それで先生に、先生、運動会で入場するときにおみこしを担いで入場することはやりたくありません、嫌ですと先生に言ったんです。でそれで先生たちがお話をして、結局運動会でおみこしを担いで入場することはやめたそうです。皆さん、このように私たちも信仰を守っていくために、生活の中で心を決めないといけないことがたくさんあります。ところがこういうことは自分の力、私の力でできることではありません。これは聖霊の力によってできるものなんです。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。ピリピ人への手紙4章13節のこの御言葉を覚えて、毎日宣言していきましょう。毎日の生活の中で信仰の宣言をしながら、聖霊の力によって守られ、聖霊の力によって勝利していきましょう。聖霊の力によって守られ勝利していく幼稚部の皆さんになること、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。それではお祈りします。神様、ありがとうございます。今日も素晴らしい御言葉を与えてくださり感謝します。イエス様、今これからは本当に信仰を守っていくために心を決めて、私の力ではなく聖霊の力に頼り歩んでいきます。どうぞ私たち一人一人を主が導いてください。聖霊の力によって守られ、聖霊の力によって勝利していく私たちにしてください。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは心を込めて、感謝の心を込めて捧げ物を捧げましょう。今日の御言葉ありがとうございます。現金を捧げます。喜んで受け取ってください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。では捧げられた献金のための祝福のお祈りをします。神様、
今日子供たちが信仰を込めて感謝の心を込めて捧げ物を捧げました。捧げた一人一人子供たちの信仰をさらに強めてください。そしてその未来将来夢を祝福してください。感謝しイエス様の御名によって祝福しお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをもって今日の礼拝を終わりにします。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではすべての栄光を神様に返しましょう。